やはり現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。教皇は最初から知ってたのか。太陽の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのもバッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。